株式会社申請銀行は、東京都中央区に本店を置く、普通銀行である。参加にクレジットカードのアプラス、消費者金融の申請パーソナルローンをび、申請フィナンシャルを所有する。1998年10月に、経営破綻し、日本政府により一時国有化された日本、長期信用銀行は、2000年3月、中央三井信託銀行グループ他との、 競争入札の末に、アメリカの企業再生ファンドリップルウッドや、他国の銀行らからなる投資組合、ニュー LTCB パートナーズに10億円で売却された。代表取締役6月の委員会等、設置会社以降に伴い代表執行役、会長兼社長にエクソンモービルやシティバンクで日本代表を務めた、ヤシロ本が就任。同年6月に、 新生銀行に解消した。新生銀行の取締役会には、スタンフォード大学のマイケル・ボースキン博士、サンタンデール銀行会長のエミーリオ・ボチン、リップルウッドのティモシー・シー・コリンズ、新日鉄名誉会長の今井隆日銀のカニ・シゲル、三菱商事の牧原・実ノ UBS ・ペインウェーバーのドナルド・ B ・マロン、メロン・フィナンシャル会長兼社長のマーチン・ジー・マッキン、 ロックフェラーグループ元会長のデビッド・ロックフェラー・ジュニア、他5名が席を占めた。ニュー LTCB パートナーズとのパートナーシップは2006年11月に解消され、これにより2007年2月で RHJ インターナショナルの最高経営責任者であるティモシー・シー・コリンズは新生銀行の取締役を辞任した。2010年6月、青空銀行との合併破や赤字決算、 業務改善命令発動の見通しなどの要因が重なったことから、八代正元、取締役会長代表執行役社長らの経営陣が退任を余儀なくされ、旧第一官業銀行、いすず自動車出身の大麻刺激を代表取締役社長として迎える体制となった。2015年6月で、東間社長が体調不良を理由に相談役に退き、後任には同じく、 DKB 出身の工藤秀幸常務執行役員が昇格。この人事に関しては、青空銀行やリソナホールディングスが公的資金関西の道筋をつけたにもかかわらず、返済の方とを示せない新制銀に対し、金融庁からの圧力が強まり辞任に至ったとの見方も報道もされている。インターネットバンキングでの振り込み手数料の無料化や、 ATM の365日24時間営業、窓口営業時間の延長、円建てと外貨建ての預金がワンセットになった、預金通帳を発行しない、総合口座、パワーフレックスの販売など、リテール業務の充実を図りつつ、投資銀行業務などを主軸に、積極的な業務展開を行っている。超銀破綻から、新生銀行誕生に至る一連の処理への批判には、 次の2点がある。2008年の世界金融危機により、海外投資で多額の損失が生じたこともあり、2009年4月25日、新生銀行と青空銀行が将来の経営統合について交渉に入ったと報道された。同年6月25日に2010年中に合併することで基本合意したと報じられ、これにより、総資産が約19兆円。 国内第6位の銀行グループが誕生する見込みであった。しかし、申請側が2010年3月期の連結決算で最終赤字に陥ったこと、経営方針をめぐっての対立が解消できなかったことを理由に予定していた合併を2010年5月14日付で解消することを正式に発表した。2014年9月10日、セブン銀行が 新生銀行の35店舗内の ATM 全76台の運営業務を受託したと発表し、2017年6月23日までに新生銀が時効で設置する ATM は例題となった。2001年6月より開始した中核店舗で個別ブースを設けた資産運用コンサルティングサービスやコールセンターインターネットバンキングでの金融商品提供など、 リテール分野での深さアビス拡充を強化している。2021年1月27日、マネックス証券と投資信託の販売など、証券ビジネスで業務提携することを発表。2022年1月に、新生銀行の投資信託の口座を、マネックス証券に移管、新生銀行側が販売を担うこととなった。なお、新生銀行の筆頭株主である。 SBI ホールディングスも包括提携を持ちかけており、新生銀行も SBI グループが主導する形で2020年8月に設立した地方創生パートナーズに出資していて関係が良好と見られていたことからマネックス証券との提携は意外感を持って受け止められた。SBI 証券社長の高村正人は決算説明会において マネックスさんとの対比では弊社で扱っている商品組や IFA スキームの実績は圧倒的。どういう理由でああいう選択をされたのかよくわからないと述べ SBI ホールディングス会長の北尾義隆はこういうのを見ていると経営者や会社の将来がよくわかるとした。マネックスグループ CEO の松本台は2008年の2011年の間 新生銀行の社外取締役を務めており SBI 証券が筆頭株主となる以前から経営人と窮地の中であったことを東洋経済オンラインは指摘している2001年に構築した機関システムは当時異例と評されたメインフレームと専用線で機関システムを構成するのが当たり前という時代において感情系ホストに Windows 2000サーバー搭載の IA サーバー業務システムソフトウェアにインド製の総合銀行業務パッケージソフトウェアフレックスキューブ各店舗とホスト間を IP ネットワークで接続するというものであった。これらの異例によって短期間安価な費用でのシステム構築ができたと当時のシステム企画部部長は語っている。当時としては画期的な振込手数料や ATM 手数料の無料化、インターネットバンキングサービスの24時間365日、無停止提供など、リテール業務拡大施策の原資を、当期間システム構築費用の圧縮により、生み出したとの趣旨の発言を、当時の社長がしている。一方で、二重出勤などの重大なシステムトラブルも、発生しており、2013年3月時点では、多い時には、毎日のように、 システム障害が起こっているとの報道もある。個人向け機関商品であるパワーフレックスは、円建て預金、外貨建て預金、インターネットバンキングサービス、申請パワーダイレクトの3つがセットになった総合口座である。特に、円建て預金と外貨建て預金のセット化は、日本法人の銀行としては初めての試みである。従来、外貨建て預金は総合口座とは、 別個に開設しなければならず、資金移動も、米ドルなど主要通貨を除いて店頭に赴く必要があった。また、インターネットバンキングがセットになっているため、申請パワーダイレクトが口座開設当初より利用できる。従来、インターネットバンキングサービスも総合口座とは別個に申し込む必要があった。このパワーダイレクトを用いて、円建て預金と、 外貨建て預金間の資金移動が即座に行えるのも特徴といえる。もちろん、円立て普通預金では、給与振込や公共料金引き落としも多行同様に利用できる。2020年7月20日現在、申請パワーダイレクトを用いた振込手数料は、時効宛ては一律無料であり、多行宛ては申請スタンダードのランクの場合1件314円の 振込手数料が毎月1回分キャッシュバックされる。これは申請ステップアッププログラムの優遇サービスの一つである。同プログラムは講座ごとに前月の平均残高などの条件によって3つのステージに分類されるもので、それぞれに優遇枠が決定される。キャッシュバック対象回数以上の振込は1回あたり105円。 キャッシュバック対象回数以上の振込は1回あたり210円。キャッシュバック対象回数以上の振込は1回あたり314円。なお、時効宛ての振込手数料一律無料は営業開始当初から現在まで続くが、他行宛てについても2004年8月31日までは何度でも無料であった。預金総額に対して振込件数が異常に多い。 例えば株のデートレードやインターネットオークションなどで多用する顧客が増加しサービス維持に支障をきたしたことから2004年9月1日に多行宛ては1件300円ただし月間5回のキャッシュバックと変更され2007年10月31日に現在のように再度変更された2019年12月9日より銀行間の振込も行宛の振込も モアタイムシステム加盟銀行宛ての振り込みであれば、システムメンテナンスの時間帯を除き、土日祝日であっても、即時振り込みが可能となった。国内の各指定 KATM からの入出金については、パワーフレックス開始より、手数料が一切無料となっている。ただし、2018年10月7日より、申請スタンダードステージの口座に対して、 一律108円の出金手数料を徴収することになった。なお利用可能な ATM については公式情報を参照。2021年1月25日から、ゆうちょ銀行、都市銀行、新宅銀行、商工中金の ATM については、申請ステップアッププログラムの出金手数料、無料優遇の対象外となり、現在申請ゴールド、 新生プラチナのランクで出勤手数料を無料優遇を受けることができている人も一律110円の ATM 出勤手数料がかかるようになる。キャッシュカードの新規発行には通常1から2週間を要するが店頭において口座を開設した場合に限りパワーフレックスではキャッシュカードを即時発行している。これも日本法人の銀行としては初のサービスである。なお、 店頭申し込み以外はすべて本店に口座が開設され、キャッシュカードは郵送される。カードのデザインは当初、ロゴを模したものであったが、現在は32色のカードから、キャッシュカードを選ぶことができる。これは、グッドデザイン賞を受賞した。また、カードの偽造や変造による預金者の損害については、条件付けで300万円までの保証制度がある。本人確認手段として、 届出印に変えて、外国銀行では主流となっているサインを登録することが可能である。ただし、以下の通りシステム設計の面で柔軟性を欠く部分がある。また、申請パワーダイレクトにおいては、以下のような不便さもある。なお、電話連絡は原則申請パワーコールで行うこととなり、法人顧客専用の電話番号を除き、 フィナンシャルセンターごとの番号は公開されていない。また、申請パワーコールは、米国からかける場合は、専用のトールフリー番号が別途用意されている。それ以外の国からかける場合は、東京03から始まる番号をコレクトコールにてかけても良いことになっている。旧来の講座利用者についても、2016年8月より、パワーフレックスの規定が原則適用されることになり、 取引は、パワーフレックス利用者同様、ステートメント発行によるものとなり、窓口での正式な切り替え手続きを完了した後は、一般のパワーフレックス利用者と同じ扱いとなる、インターネットの取引や、パワーコールの利用も可能となる。また、キャッシュカードは、従来のものから海外での利用も可能となる、パワーフレックス利用者向けのものへの切り替えの措置をとる。また、同年11月末をもって、 正式な切り替えを行っていない顧客に対する通帳の基調及び繰越しを含む発行手続きは終了される。新生銀行の金融商品の大きな特徴としてはデリバティブを組み込んで高い利息を実現した仕組み預金が多いことがある。現在では残高が1兆円を超えており、同行の預金のおよそ3分の1を占める。この仕組み預金は一見すると 定期預金的な商品として売り出されている。しかし、中途解約は原則できず行えたとしても大きく元本割れする可能性があり、この点が通常の定期預金とは大きく異なる。なお、中途解約して元本割れしたものが商品の危険性について銀行側が十分な説明をしなかったとの苦情を金融庁に寄せており、同庁ではこれを受け、 顧客に不利な情報についても広告で目立つように掲載することを全国銀行構成取引協議会へ指示した。また、顧客への説明義務を強化するために銀行法の改正も検討している。これらを受け、同行でも中途解約時の元本割れリスクについて広告などで詳しく説明するようになった。以下は、その一覧。2011年10月1日付で、 コンシューマーファイナンス本ブレーク事業部を設置し、新生銀行カードローンレークの取扱い開始に伴い、新生フィナンシャルが保有するレーク店舗を譲り受け、新生銀行本店を母店とするレーク出張所が加わったことで、店舗数が大幅に増加することになった。店舗に設置されている ATM は、セブン銀行のものに切り替えられ、自前の ATM はすべて撤去された。 新生銀行本店ビルも参照1993年日本長期信用銀行は日比谷公園資金の東京内幸町に本店ビルを完成。側面がアルファベットの T の字に似た外観を持ち無機質なビルが多い周囲の中では特段に目立つランドマーク的な存在となっていた。ビルは地上22階、地下5階建てで延べ床面積は約6万平米であった。 新生銀行は設立当初これをそのまま引き継いで本店としたが、長銀時代には総ガラスバリで豪華さを際立たせていた玄関ホールにはインブランチストアとしてスターバックスコーヒーの店舗やヤフーカフェが設置されていた。また、ビルの一部フロアは賃貸され、日本原子力研究開発機構東京事務所などが入居していた。2008年3月、 銀行関連会社の有限会社ドルフィン、ジャパンインベストメントの所有となっていたビルの新宅受益権は、モルガン・スタンレー系不動産ファンド参加の特定目的会社、藤沢ホールディングに売却され、新生銀行は3年以内に退去することが決定した。この取引は、当時の不動産ミニバブルを象徴するものと言われ、取引額は1180億円であった。その後、 青空銀行との合併が破断となったことなどもあり、内幸和町の本店フィナンシャルセンターは2010年12月30日の15時をもって閉鎖され、中央区日本橋室町2丁目のゆいと8階へ、本店フィナンシャルセンターを移設した上で、2011年1月4日より営業開始した。本部機構は予定通り、日本橋室町のビルの上層フロアの事務所エリアに置かれ、 ユイトの B1 階には相談専用拠点として日本橋室町コンサルティングスポットが別途設置された。新生銀行の退去後、ビルはほぼ空室のままとなっていたが、2012年7月には不動産ファンド運営会社ケネディクスがモルガン・スタンレー系ファンドから約510億円で取得。同年12月6日、 解体の上で地上20階建ての新しいビルが建設されることになった。建設から20年足らずに解体となった。ありがとうございます。